はい、コナンです。妖怪三国志やっていきたいと思います。始まりましたね。映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズとの連動イベント、タマモスコアアタック、今日はねこちらやっていきます。さあまずね、タマモ交換したいと思います。さあ S ランクタマモを獲得しました。 S ランクがね結構簡単にもらえちゃうっていうのは嬉しいよね。さあこれちょっとね要チェックです。ちょっとね見ていきたいなと思います。さあ猫股に関してはグレード5まで上げました。これもねログインで配布なんでいいよね。そしてタマモ、苦手が水属性、これね要チェックです。あとね、スコアタ弱点ついていきます。そして必殺技は敵全体の HP を吸収、そして取り付きがあります。そして助っ人スキル、光栄うすら影族の HP アップ、ちょっとねこの辺りのねスペックもねチェックしておきます。そしてグレード解放していきましょう。ここはね通常の鉱物で解放していくことができます。これは嬉しいよね。なんか特別なさアイテムだとなかなか解放できないんですけども、さあまずグレード4まで解放します。そしてレベルもね経験値玉で上げていきたいと思います。さあサクッと上げます。さあそれでは玉もスコアアタックやっていきましょう。今ね中級で順位が119位です。これからねちょっとランキング上位狙っていきます。今回ね級が上級とかね選べるんですけども、どうだろうね、まあ S ランクメインでやっている人は中級ぐらいがいいと思う。小生ランクメインでやっている人は、まあ、それより上のね難易度を狙っていくといいんじゃないかと思います。さあ今ね119位ということで、こっからどれぐらい上げることができるのか。さあ使っていくパーティーなんですけども、こんな感じ、 A ランク3体と S ランク2体でいきます。そして群馬神はS ランクと A ランクの混成パーティー、そして A ランクなんですけども、ロボガッパむっちゃ強いんですよ。得意が水属性ということで弱点もつけれて、さらに種族相性的にもうすら影に対してプリチーは有利属性です。そして敵単体に水属性のダメージということで、これはねもろにタマモの弱点をつける。そして同じく旅ガッパ、こちらもね単体水属性ダメージということで、タマモの弱点はねもろについていきます。そして今レベル50のグレード5まで上げました。そしてトラジロー尊剣、単体攻撃の雷属性、こちらもねプリチー族では非常に強い。そしてコマジロー S 尊剣ですね、こちらも単体攻撃の非常に強いです。取り付きもありますね。うまくね今回取り付きも発動させていくことがスコアランキングのね上位狙うポイントでもあります。そして B コマさん使っていく。そして群馬神はねこちら使っていきます。スキルがね悪い取り付きをお払い、これがあるんで結構ね使えるかなと思っています。結構ねこのタマモなんですけども取り付きかけてくるんで、それを時々ね払ってやんないと全然ダメージが上がりません。さあこんなパーティーでいきます。あとですねここの制限解放なんですけども、まあこれはね自分の必要なところまで解放してやればいいです。全て解放する必要はありません。自分のね使いたい妖怪が使えるようにねしてやればいいんじゃないかと思います。そして群馬市に関してはここまでですね。まあ A ランクまでは全て解放しないと S ランクが使えないんで、まあ解放するしかないかなと思います。さあこんなパーティーでいきましょうか。さあアイテムね今回フルに使っていきたいなと思います。さあ行くぜ。まあ1戦目とね2戦目はねまあ楽勝です。ほぼワンパン1秒ぐらい。
このあたりはね、やっぱり種族相性で有利属性ついているのが強いかな。そしてカッパーね、天気が雨だとむっちゃ強くなる。そしてプリチー5体ね、5体集めるとこのプリチーのね特別な効果発動します。これもねかなり効いてくるんじゃないかと思います。さあ3連戦目いきます。こっからが本番。さあ旅カッパーがっつりいくぜ。そして白犬クレイジー。さあカッパー、このカッパ2体がね A ランクなんですけども、今回大本命というかね、むっちゃ強いダメージバリクソを与えることができます。そして群馬神もね、どれを使おうかって結構迷うんですよ。攻撃系を入れてね、まあ、ダメージ取っていくのがいいのか、今回、まあ、回復プラスお払いなんですけども、回復に関してはね、もともともマックスなんで回復しないんで、まあ、あまり使えないというかね、このお払いだよね、これ全体お払いです。これで悪い取り付けを全て払うことができました。あのね、攻撃力ダウンとかね、揚力ダウン食らっちゃうとね、ほぼほぼダメージが与えられない状況になっちゃうんで、何がしかお払いするしてやる必要がねあるんじゃないかと思います。さあトラジロー、今回ね相手が薄ら影なんで、やっぱりプリッチー種族は相性結構効くんで、まあプリッチーもしくはポカポカなんですけども、ポカポカってねあんまりアタッカーがないんだよね。そしてやっぱり種族揃えた方が効果が出るんで、まあ、5体ね同じ種族で有利属性プリッチーがやっぱりいいかな。エンマとかも試したんですけども、今一歩だった。そしてイサマシもね試しました。イサマシはねやはり薄赤影に対して不利な属性なんで、もう S ランクのグレード5のレベル50のねマックスにしてやっても思ったほどダメージが出なかった。さあカッパー、さあ残りまだだいぶ時間があるよね、30秒か。もしね時間内にやられてしまうっていう人は回復系をね1体入れるといいと思います。僕は今ね群馬神に回復があるんで、妖怪自体にはね回復のメンバーは入れていません。さあスコアの方はどんどん伸びていく。これはだいぶね記録更新できるんじゃないかと思います。もしかしたら2桁いくかランキングね。さあ残り10秒少々。さあまだいくぜ白犬。この辺りのね単体攻撃も非常に強力。そして取り付きをお払いします。さあまだいける。カッパー、そこまで。コンティニュー、3個いきましょう。15秒。コンティニューはね確か3回できるんで結構変わってくると思う。1回で15秒だからね。そして意外とねコンティニューはあの宝珠がね少しでできるんで、まあここだっていうね攻めるときはコンティニューをね使っていくといいんじゃないかと思います。さあカッパー残り2回いきましょうか。さあ今回はねちょっと上位ランキング狙っていきます。さあ残り10秒、いけクレイジー。35万、まだまだいける。さあそしてお払いプラス回復、そこまで。ラスト1回いきましょうか。宝珠か。さあ勝負に出る。さあカッパーがっつりいくぜ。本当はね S ランクで弱点がね、つける妖怪揃っている人は使
うといいんですけども、ちょっと僕はね揃っていないんで A ランクをね今回3体入れています。さあ39万、スコアどんどんいきます。さあ残り 2秒、さあお祓いして、そこまで終了です。さあこれでスコアの方は更新しています。さあいろいろね加算されて50万、これでランキングが上がる上がる、7位ですね。とりあえず7位まで来ました。